それでは、次の方をご紹介いたします。エントリーナンバー13番那須雄二さん、ステージへどうぞ。こんにちは。こんにちは。埼玉県川口市から参りました。今日3月12日は私結婚記念日45周年になります。来週24日は70歳の時を迎えます。まだ10年20年カラオケを楽しみたいと思います。今日はよろしくお願いします。頑張れ。決勝大会に向けてコメントをいただけたらと思います。じゃあマイク持っていただいて、ここで皆さん喋っていきましょうか。じゃあどうぞ。すごく緊張したんですけど、選ばれて嬉しかったです。次も頑張りたいです。ありがとうございます。どうぞ。皆さん今日は、ありがとうございました。皆さんのおかげで、とっても楽しく歌うことができました。次も頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。ありがとうございました。決勝戦頑張ります。はい、よくコメント言えた、すごい。どうぞ。ありがとうございました。これで父に見せる顔ができました。決勝でも歌わせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。どうも今日はありがとうございました。今日は結婚記念日45周年ということで、とてもいい思い出の日になりました。大阪でも頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日本当に、いろんな、その、なんでしょうね、人生のいろんなバックボーンと言ったらいいですかね、そういったのを経て今日やっぱりパフォーマンスされている方もおられて、まあ、それがやっぱりパフォーマンスに出てたりであったりとか、あとはですね、やっぱりその曲がすごく完成されている、もう皆さんめちゃくちゃうまかったんですけど、やっぱりその曲がこう完成している人たちを
選ばせていただきました。もう詳しく言うとね、長々となってしまいますんで、あのもしよかったらね、僕もあのそっちの方に待機しようと思ってますんで、もしどうでしたかとかあれば、僕でよければあのちょっとしたアドバイスはできたかなと思いますんで、あの今日、挑戦してね、ダメやった方もね、あの全然何回でも受けてください。僕もそのたびって新しい曲を作るように努力しますということでね、本当にでも今日は本当アットホームな素敵な空間でイベントを終えることができました。まずは改めて、今回ね、決勝進出した、この5人に大きな拍手をそして、今日ね、一緒にイベントを、作ってくださった皆様、自分自身にもう一度大きな拍手をはい、ということでですね、本日のカラオケ大会、これにて終了となります。皆さん、ありがとうございました。